HTTPS 化しなきゃいけないっていう時代があったんですね。結構自分でやらなきゃいけないと無料で提供した結果ですね、ものすごくこう反響があったんですね。はい、 EC マスターズチャンネルへようこそ。今日はですね、 EC マスターズ拡張機能というのを以前動画でご紹介させていただいたんですけど、その誕生の裏話をしたいなと。拡張機能というのは、Google Chrome で使える、追加でできるサービスになっていると思うんですけども、もともとですね、楽天ショップさんがこう HTTPS 化しなきゃいけないという時代があったんですね。でその対応を私たちもサポートしている中で、結構自分でやらなきゃいけないと。2017年10月11日に入力制限されちゃって、もうネットショップが困っちゃうということで、こういう許可されていない URL の記載がありますってこうアラートが出て、もうページが更新できなくて運営できなくなる、そういうのがありましたと。私たち何とかできないかなということで、無料ツールとして HTTP 確認 HTTPS 痴漢くんっていう、もうすげえベタな名前のね、拡張機能を作ったんですね。こんな感じでポチで追加していただくと、あとは Google Chrome に入っているので HTTPS でプレビューすると、60件痴漢しなきゃいけないのが見つかってますよとか、どこが痴漢対象ですよとかということで、あとは簡単にワンクリックで時間作業ができるみたいなものを提供したらですね、なんと1ヶ月ぐらいで1000ショップぐらいの方に登録していただいて、ものすごくこう反響があったんですね。実際にもうこんな感じでポップアップして出てくるし、ワンクリックで HTTPS に時間してくれるということで、これも無料で提供したら、なんとですね、いろんな支援事業者さんもみんな使っていただきましたね。もう結構有名なところも、私たちはとにかく日本中の楽天ショップさんにこう手間をかけずに移行していただきたいという思いで無料で提供した結果ですね、非常に拡張機能っていうのが素晴らしいなっていうことがあったので、もともと私たちがいろいろ提供しているものをもう少し使いやすくしたいなということで、この EC マスターズ拡張機能というものを作ったわけなんです。EC マスターズ拡張機能の方は、前回の動画でもお見せしている通り、20個以上の今機能が追加されていて、毎日9000人以上の方が起動して使っていらっしゃるサービスになっているんですけども、これ本当にスマホで表示する機能だけでもですね、めちゃくちゃショップ運営楽になると思いますので、ぜひ過去の YouTube の動画見ながらですね、活用いただけたらなと思います。ということで、今日はですね、 EC マスターズ拡張機能が誕生した裏話ということで簡単にお伝えしましたので、まだ EC マスターズ拡張機能使ってない方はですね、 Chrome に追加してご活用ください。EC マスターズチャンネルのご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄のセミナー情報もチェックしてみてください。今後もネットショップのためになる情報をアップしていきますので、次回の動画でお会いしましょう。